はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、最新版スズキエブリィワゴンでございます。でこのエブリィワゴンも先日仕様変更が行われて、さらに魅力を増して発売されている軽ワゴンということになっております。見ていきたいと思います。まずエブリィワゴンの概要が紹介されております。外観もスタイリッシュですし、積載性、快適性も向上しているということで、幅広い用途で使用できる軽ワゴンということになっております。さらに安全サポート機能も強化されているということで、全車サポーガイスワイドの認証を受けているということになっております。そしてキャンプでの使用シーンが紹介されております。大人4人がゆったり乗れて、4人分の荷物なども十分積めるという空間、ラゲージ容量が確保されております。そしてキャンプや車中泊でも使用できるアクセサリーもディーラーオプションで用意されております。クッションや2段ベッドセットなどが紹介されております。そして釣りでの様子が紹介されております。ユーティリティアートやラゲージボードステイなども配置されているということで、購入した後からでも荷室のアレンジが多彩に行えるということになっております。そしてディーラーオプションで釣り用のアクセサリーもいろいろと紹介されております。そして車内空間が紹介されております。エブリィがベースということで、車内空間も広々という感じになっております。ハイルーフですと、さらに車内空間に余裕ができるということになっております。そしてリアシートも余裕のあるスペースが確保されております。そしてフロントベンチシートの構造が採用されております。さらにインパネシートが採用されているということで、運転席、助手席、ウォークスルーができるということになっております。そしてインパネ周りこのようなデザインということになっておりまして、メカニズムが紹介されております。全車ターボエンジンが採用されておりまして、燃費このような数値となっております。そしてドライビングポジションも細かく調整することができるようになっております。それに最初は回転半径 4.5m ということで、街中での取り回しもしやすいような設計ということになっております。それにエンジンオイルの交換も知らせてくれるということになっております。そして乗り降り、運転のしやすさなどが紹介されております。フロントリア乗降グリップが採用されておりますし、ステップも低めに設定されているということで、乗り降りもしやすい設計ということになっております。それにスマートキーにももちろん対応しておりますし、最上級仕様には電動オートステップも採用されるということになっております。それにワンアクションパワースライドドアが採用されておりますし、スライドドアクローザーなども採用されております。それに操作しやすい縦型のスライドドアハンドルが採用されております。そして車速連動式のオートドアロックも採用されるということになりますし、エアフィルター式のフローオートエアコンが採用されております。それに運転席用のシートヒーター、そしてリアヒーターや4駆モデルにはヒーテッドドアミラーも採用されますし、アクセサリーソケットも採用されるということで、快適に使いこなすことができるようになっております。そしてシートアレンジが紹介されておりまして、シートを全て倒すとこのように長いものも余裕で詰めるようになっておりますし、さまざまな荷物を効率よく積み込むことができるようになっております。そして収納スペースもかなり充実しておりますので、使い勝手のいい軽ワゴンということになっております。それに USB の電源ソケットも新たに採用されたということになっております。そして安全サポート機能が紹介されておりまして、スズキセーフティーサポートが採用されております。運転もしやすい設計が採用されておりますし、車線視察警報機能やフラスキ警報、そして先行車発進お知らせ機能やハイビームアシストも採用されております。それに後続の追突防止のためのエマージェンシーストップシグナルも採用されておりますし、坂道発進補助のヒルホールドコントロールも採用されるということになります。さらに姿勢補助の ESP も採用されております。そして夜間の歩行者や検知にも対応しているデュアルカメラブレーキサポートが採用されておりますし、前後方向の誤発進抑制機能、交代時のブレーキサポートも採用されるということになっております。さらに最上級仕様のメーカーオプションでバックアイカメラも採用されるということになっております。これによって駐車もより楽に行えるということになります。さらにボディには軽量衝撃吸収ボディテクトが採用されておりますし、運転席、助手席、エアバッグが標準装備ということになっております。さらにシートベルトも最新のものがしっかり採用されておりますし、ピラーやルーフサイドの内側には頭への衝撃を軽減してくれるインテリア構造が採用されております。それに最新式のチャイルドシステムもしっかり固定できるようになっております。そしてボディフロント部歩行者障害軽減ボディ構造ということになっております。それに4輪 ABS もしっかり採用されておりますし、オートライトシステムも採用されております。そしてライトの消し忘れ防止の自動消灯システムも採用されるということになります。そしてグレードが最上級が PZ ターボスペシャル、そして PZ ターボ、そして JP ターボの仕様ということになっております。PZ ターボスペシャル、そして PZ ターボですと標準ルーフ、ハイルーフで設定されております。そして JP ターボがハイルーフのみということになります。全車2駆4駆の4速オートマンの設定ということになっております。そしてグレードごとの装備の比較などがこのような感じになっております。
そしてボディカラーが全5色でラインナップされております。そして主要装備チラピオが紹介されております。そして主要商品表も紹介されております。そして標準ルーフ車、ハイルーフ車の寸法図も紹介されております。そして裏表紙には環境情報などが紹介されております。はい、ということで今回は最新版スズキエブリーワゴンについて紹介しました。カタログの内容と話の内容は異なる表現となったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころ嬉しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。でこのチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あとツイッターの方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。